はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はプレミア焼酎の御嶽ですね。はい、芋焼酎です。はい、とうとう買ったというか、まあだいぶ前に買ってたんですけど、値段がこれ 900ml で、値段1300円ぐらいで売ってたんで、おい安っと思って買ったんですけど、なんか最近ですね、今日今さっき見たチラシにですね、なんか、まあ、どこぞのスーパーが開店して、そこの開店セールみたいなんで、御嶽の 1.8 リットル、まあ一升瓶のやつが2000円で売られてるというチラシがね、発見して、マジで?と思って、やばっ!これは、御嶽ちょっと飲んどかないと、前買ったやつ飲んどかないとちょっと味がわかんないから、ちょっと買うに買えねえなと思ってさっさと飲んどこうということで、うん、飲むことにしました。薩摩焼酎の薬島さんと書いてあります。御嶽酒造株式会社、詰め口年月日が2012年の12月3日去年ですね。鹿児島県、熊毛郡屋久島町安房なんたらかんたらってなってますけど、原材料さつまいも米麹かっこ炊三米、アルコール度数が25度かっこ米麹公的米なのが炊米らしいですね。炊三米と書いてあります。はい、うん、薩摩焼酎、世界自然遺産登録の島と書いてあります。これ芋焼酎でね、かなりプレミアついてます。だけど今はそんなでもないのかな、だいぶ落ち着いた感じなんで、うん、手に入れやすいと思います。値段安くてね。まあでは早速飲んでいきたいと思います。美味しいかな。まあストレートでうまいとは限らないですけど、とりあえずストレートで飲んで、あとお湯割りとか、まあ、ロックとかで、ね、飲んでみて、ちょっとまあね、2リットルのやつ買うかどうか決めますけどね。そんじゃ乾杯。ああ、こういうパターンか。うん。ものすごく甘い。俺今まで飲んだ中で、甘いなと思った焼酎、芋焼酎は、まあそうですね、赤霧島とか、甘口の、ね、赤霧島とか甘いじゃないですか。あれぐらいかなと思ったんですよね。一番今までで甘かったのが。もうそれを凌駕しています。あ、とにかく甘い。甘い。で、芋の感じはそこまでない。そこまでないっていうか、まあ芋ですねっていう感じはするけど、まあ、ぼちぼちぐらいじゃないですかね。あ、これめっちゃ飲みやすい。御嶽。めっちゃ飲みやすくて甘くて、香りも、今、まあまあで。うん。そんなに芋しくないもん。御嶽。焼酎でググりましょう。ああ、すげえ飲みやすいわ、これ。うまい。九州屋久島のプレミア焼酎御嶽とは、御嶽はプレミア焼酎の中でもいわば定番的焼酎、森伊蔵、魔王、伊佐美などに比べれば御嶽は
比較的入手しやすいプレミア焼酎だと思います。うん、屋久島では居酒屋、お寿司屋、カラオケなどお店で御嶽が飲めることが多いようです。はあ。御嶽を飲まれた方の口コミを紹介します。これが焼酎かというほど芳香な香りを楽しめるお酒。すっきりとしていながら味わい深く、香りも程よく、非常にバランスの取れた芋焼酎。ああ、バランス取れてるかどうかは知らんけど、少なくともむちゃくちゃ飲みやすくてフルーティーな、焼酎ですね。うん。これは、うん、個人的に俺フルーティーな芋焼酎大好きなんで、うん、これは美味しい、うまいな、うん、これは好きですね、これは、うまい、うん。だから、以前飲んだ、伊佐大仙の真逆を言ってるのが御嶽かな。うん。うん。うん。これは美味しい。うん。もう言うこと終わったけどな。うん。でも普通にアマゾンでさ、1.8 リッター2200円とかって書いてあるけど。ね。普通に売ってますけどね。まあ、送料別として。送料がかかるけど、そんなに高くはないね、御嶽。うん。ああ、年間生産量が少ないらしいです。どうやら。あれでも35度のやつもあるんだ、アルコール度数。へえ。ぐいぐいいけちゃいますね、これ。ものすごくぐいぐいいけちゃう、やばってぐらい飲みやすすぎて。これは飲みやすい。うん。これは、さすが御嶽先輩。明るい農村なんて目じゃないぐらいうまい。あれ、明るい農村って何だったのっていうぐらいなんですけど、明るい農村が全然、俺個人的に美味しいとは思わなかったんですけどね。なぜプレミアなのか。まあプレミアなのは多分まあ年間生産量が少ないとかそういう理由なんでしょうね。でも俺は別にもういらんわあれは、うん、うわーこれうまいな。飲んでいくうちに、なんか、うん。なんかだんだん虜になってくね。なんか、なんなのか、わかんないけど。なんかほら、やっぱりフルーティーっていうのが、もうこの御嶽の、ね、
もう全てを語っていると思うんですよね。こんなフルーティーな、まあ、芋焼酎は、うん、なかなかないですね。これは多分、俺の予想だと、ロックが、違う、お湯割りか熱燗が合うんではないかという。基本的にね、飲みやすい焼酎っていうのは、あったかくすると美味しいんですよ。俺の中だと。あくまで俺の中だと。で、非常にピリピリして、かなり、もうなんか、イモイモっとしてて、すごい、上級者向けのそのなんかほら、ドライなやつはロックにするとうまいんですよ。うん。なぜなら、ロックにすることによって冷えるとね、アルコール感がね、消えるんですよ。結構。だからアルコール感の強いお酒はロックで飲んだ方が飲みやすい。で、逆にアルコール感がないお酒で香りがね、引き立つのがやっぱりお湯とかにすると甘い系だとやっぱり、ね、それがさらに引き立つと思うんで。うん。これは美味しいですね。うん、美味しい。うん、美味しい。正直な話、赤霧もここに今あるんですけどね。じゃんと。ちょっと飲み比べてみましょうか。御嶽岡赤霧の方が安いし、のか安いのか、いや、定価では安くない。これ、赤霧確か定価1、2、3、4円だったから。1234円だから高いですね。やっぱ紫まさりを使ってるだけあるね。ちょっと飲み比べてみましょうか。うん、フルーティーさが弱い、香りが弱い。うん、赤霧はフルーティーな香りが弱い。御嶽の方が完全に主張しまくってますね。香りが。甘い香りが。うん。うん。赤霧完全に負けたな。君は御嶽に負けたよ。うん。どう見ても、定価で、ね。紫まさりとか使ってるから高いんだろうけど、君は負けたい。うん、御嶽には。うん、これは御嶽の 1.8 リッター2000円のやつ買ってこよう。うん、うまい、絶対うまい。これは、うん、うん、赤霧先輩、君はもう先輩じゃなくなった。もうダメだ、ボツ。そして明るい農村、この3種類のプレミア焼酎が揃ったわけなんですが、うん、まあ別に明るい農村は全くうまくなかったっていう感じなんですが、あえて明るい農村ともちょっと飲み比べてみる。これあれだろう、この部類は異色な存在だろう。絶対甘いっていう甘さで、甘くなかったもん、明るい農村。そんなに、うん、なんかね、明るい農村はね、甘くないんですよ。中くらいかな。で、なんか異色ななんか香りが放ってるんですよね。うん。
ん？っていう。何この、あ、あの香り。なんか古臭いというか、この農村の田舎臭い匂いがするんですよ。不思議と。うん。ん？なんだこれっていう。なんだこれは。お世辞にもうまいとは言えん香りがなんか漂うんですよね。一体何なのかそれは。俺にも分かんないです、うん、しかも圧倒的にこっちの方が明るい濃度の方が高い。だってこれ 720ml だもん。これ瓶が、他の二つは、あの、900ml。明るいの、その、それで確か、1500円ぐらいしたかな。明らかに高い。うん。ああ。やっと念願の御嶽が飲めたわ。ずっと飲みたかったんだ、これも。うん。御嶽、あの、2ちゃんでね。芋焼酎スレで見てて、御嶽うめえ、御嶽うめえ、みたいなこと、ね。御嶽、御嶽、御嶽、御嶽言ってて、くっそーと思ってね。そんなにうまいのか。御嶽うまいよなーとかね。コスパいいよなーとかね。やっぱりなんだかんだ言って御嶽に落ち着くんだよなとか。そういうコメントを僕がね、多くて多くてね。あいつ頼んでみてえなーと思ってね。やっぱりね、御嶽はね、あのストレートで飲んだ感じで言うと、非常に甘くて、なおかつ芋の感じもそこそこ残ってるんですよね。あ、芋だっていう感じ。うん。それなりに主張してるんですよ。うん。だけど、やっぱり非常に飲みやすい部類の、甘くて飲みやすい初心者向け。うん。簡単に言うと、これほど初心者向けの芋焼酎はあっただろうかというぐらいのレベルです。うん。こんなにやっぱ違うんだなと。ここまでやっぱり芋焼酎ってのは、ね、違いがあるもんだなと思います。もう伊佐大仙先輩とはもう真逆のね、うん。そしてなんだかんだ言ってこの瓶の色がね、伊佐大仙がなぜかこうちょっと緑がかった黒みたいな感じになってますけど、これは何なんだろうね。これだけだよ本当に。喫茶大仙だけだよな。瓶の色違う。うん。ああ、御嶽うまいな。いや、見直したわ。これでやっと俺も御嶽うまいよな、の話に入っていけるわ。うん。ああ、確かに御嶽うまいよな、そうだよな、っていう。そのね、あれがいけるわ、うん、あーうまい。なんかこうね、なんていうの、屋久島っていう、この甘いその芋焼酎でこう料理をね食べたりしてるっていうのが屋久島なんだなと。屋久島の皆さんはね、こういう甘い焼酎で、あね、今夜もね、語らいの場があるのかなと
思うと幸せだなと思いますけどね。うん、これを飲みながら食事料理を食べたりするとね。そして伊佐大仙、これにかなう芋焼酎は未だかつていない。御嶽もまあ御嶽は真逆だけどな、うん、まあでも頑張った方だよ。これですよ、これですよ、この伊佐大仙のこのいきなりドカーンとくるこのもう最上級の芋の芋爆弾みたいな、これがすごいよな。こんなに違うんだもん芋焼酎って。もうボッカーンっていきなりなんか核爆弾を投下された感じですね。この伊佐大仙すごい。それでいてなおかつあの酒のアルコールの感じがないんですよね。伊佐大仙のあのピリピリっとした感じとかアルコールのねあれがないんです。そして なおかつ甘いんですよね。なんか芋の甘さがなんか御嶽とはまた違うこの甘さがあれとあれんとんこれは御嶽を焼き芋の、そうだな、焼き芋、まあスイートポテトと例えましょうか。ね。例えるならば、ね。この伊佐大仙は、まあそうですね、焼き芋です。うん、炭火で焼いた焼き芋。うん、なんかあんまり思いつかなかったというかっていうことでもないんですけど、実際焼き芋ってやっぱりほらそのまま食べても美味しいけど、やっぱり甘く砂糖を加えても美味しいみたいな、その2段階のあれがあるわけじゃない、ね、素材そのままの味を楽しむか、ちょっとアレンジして甘さをお菓子的な感じでね食うかみたいな、デザートをスイーツみたいにして食うかみたいなのが出てくるわけでしょ。だからそれですよ、もう伊佐大仙は素材そのままをのさつまいもの味、うん、それさつまいもの素材のそのままの甘さ、御嶽はいろいろアレンジを加えてね、アレンジ加えて料理みたいじゃね、スイーツにしてはいみたいな、モンブランみたいな感じした感じ、はいモンブランできたよーみたいな、もう別物になっちゃったーみたいな感じですね。いや別物になっちゃったっていうほどちょっと言い過ぎだけど、うん、だって広がるもん御嶽、ぶわーって口の中で香りとかね、ものすごく広がるんですよ。伊佐大仙はあんまり広がらない。うん。その代わり、
あの芋の感じはものすごく広がるんですよ。芋の感じ、見かけ甘さが広がるんです。伊佐大山は芋感がボカーンと口の中で広がるんですね。後から甘さがやってくる感じ。見かけはもうだいたい最初からぶわーっと芋感が若干主張しながら甘さをドカーッと来てる。でもそれなりにやっぱ芋感も主張してるんだよね。それがまたすごいんですよね。芋しくないんだけど、しっかりちゃんと芋感も、スイーツ感も主張している。というとこがやっぱりすごい、素晴らしいではないんですか。わかりません。ということでご視聴ありがとうございました。それでは、御嶽は五つ星、これうまい。四つ星にしようか。迷うんだよな、若干。でもやっぱ四つ星だな、これな。伊佐大山ほどのインパクトはなかった。インパクトっていうか、驚きはなかった。伊佐大山は本当に驚くよ、これ。飲んだら。マジで。だって俺驚いてるもん。実際。初めて芋焼酎飲んで、黒霧も驚いたか。と言っても黒霧もあるんだけどね、実際。ほら、1.8 リットルのやつ。一升瓶のやつがあるんですけど、黒霧はね、ほんとね、最初飲んだ時にめっちゃ驚いたんだけど、なんだかんだでいろいろ飲んでいくうちになんか別にっていう感じになった。でも、黒霧がなかったら俺が芋焼酎が好きになったことはない。好きにはなれなかったね。黒霧がなければ。黒霧島がなければ。あ、でもうまいわ、やっぱ黒霧も。うまいわ。やっぱなんだかんだで。激安焼酎、芋焼酎だけど。激安っていうか、まあ、激安っていうかね。なんかほら、プレミア焼酎にも、押されでなんか、あれになってるけど、黒霧もうまいわ、やっぱ。やっぱ黒霧が一番、なんか、そうだな、バランス取れてるって言い方もちょっとおかしいけど、でもちょっと芋感が弱いけどな、黒霧な。これ飲んで芋感、芋ですかって言われて、はい芋ですって答える人はあんまりいないと思うけど、やっぱり芋感が多いのはやっぱ赤霧だよな。黒霧なんでこん、何がいいんだろうな。この赤霧と何が違う？芋しくないんだよ実際。赤霧の方はまだ芋しいんだよ。芋しいのかこれ。でも割とフルーティーなんだよ、黒霧も。赤霧にはまあ負けるけどね、赤霧には負けるけど、負けるけどさ、やっぱり赤霧は黒霧の方が全然うめえなと言わせてくれるのがあるよね。や
っぱりね、赤霧は黒霧に勝てないんですよ。うん。今飲み比べたら分かったけど。本当黒霧は俺唯一、初めて飲んで、芋焼酎多分、初めて飲んだ芋焼酎かな？だった気がするけど、どうだったっけ？白波とどっちだったっけ？忘れたけど。ほんとびっくりしたもん。うめえと思って。衝撃走ったからね。うん。いや、赤霧先輩、君、ちょっと、あれですよ。黒霧に完璧負けてますよ、プレミアのくせに。うん。これ上院できないですわ。赤霧。正直。赤霧でプレミアを名乗ってること自体ちょっと恥ずかしいぐらいだよね。赤霧はね。うん。なんでかっていうと、やっぱり、黒霧よか全然美味しくないもん。うん。なんか、ぶっちゃけ変な味するもん。うん。癖がな、あるもん。なんか、やっぱり黒霧に比べて。そう。黒霧に比べて癖があるんだよ。やっぱり。なんなんだろうね。多分赤、紫まさりのせいかな。わかんないけど。ねえ。ちょっとわかんないですけど、紫まさりのせいなのか、やっぱ癖があるんですよ、何か。ちょっと、口当たりの癖が。うん。口に入れた瞬間に、なんか、ん？で、その後にブワーっと広がるんですけど、なんかその、ん？っていうのがあるんですよね。最初、口に入れると。黒霧はね、そんなの一切ないんです。うん。もう最初から最後まで一定の味なんですよね。うん。で、さらに言うと、明るいのそば全く美味しくないんですよ。うん。ぶっちゃけて言うと。うん。この明るいのそば先輩はね。なんでこんなに高いのって、ね、言いたいんですけど、黒キリンにも負けてるよ君っていう、俺の中で。なんか1位受賞したとかって書いてあるけど、俺だったら100位ぐらいに入賞させて、そもそも入賞すらさせないよ俺だったら。君は残念だけど、だって変な癖があるもん。なんか、おかしいもん、芋焼酎として。芋焼酎にあるまじきの、なんか変な香りがするもん。何って。それがなんか由来なの、明るい農村のなんか、なんか、きな臭いというか、粉臭いみたいな、なんか、古臭い、なんか、匂い。うん。黒霧も全然しない。すごい。さすが。俺が、ね。なんだ。ほら。愛する、霧島酒造ですよ。霧島酒造株式会社ですよ。俺がね、会社で愛してるのは、霧島酒造と、もう一つ、宝酒造です。うん。まあ、そうですね、最近その伊佐大山の大山酒造、これも愛してますけども。まあ、大山酒造に関しては、うん。ちょっと愛し方は別かなと。なんかこう、大山酒造を愛してるっていうよりは、伊佐大山を愛してるんですよね。うん。そこの違いですよね。うん。だって伊佐大山しか作ってないんだから、この会社。それすごいですよ。だからわざわざ大山酒造を愛してるっていうより、伊佐大山を愛してるって言った方が、もう完璧にそのね、ほら、伝わるじゃん。うん。
まあ霧島酒造株式会社に関しては、俺がその芋焼酎の美味しさを知るきっかけとなってくれたのが黒霧島であるからということですね。うん、でもう一つの宝酒造株式会社に関しては、これは宝のほら、あの有名なあの缶酎ハイとかね、あの宝のまあいわゆる香類ですね、香類焼酎の美味しさを分からせてくれたっていう、うん、俺に教えてくれたんですよね。香類ってこんなにうまかったの？だって、香、乙、兵ですよ。皆さん、わかります？香って一番ダメなやつですよ。ダメなやつなのに、実際いろいろ考えてみたら、香類の焼酎なんて、むしろ乙類よかすごいところがあって、いくつもあるわけですよ。ね。例えば、連続式蒸留、蒸留法？忘れたけど。あの、単式なんですよね、お酢類が。まあ、芋焼酎とか、麦焼酎とか、単式。まあ、一回しか、あの、蒸留しないんですけど、香類は、あの、もう、連続式なんで、何回も何回も蒸留して、不純物をどんどん取り除き、もう純粋で、純粋な、焼酎なんですよね。なぜか安いんですけど。なぜ安いのか俺もわかんないです、うん。なんで安いんだろうな。あのほら、いわゆる4リッターのペットボトルのやつが売ってるさ、あの焼酎ですよ。なんであんな安いんだろうな。あんだけ手間かけてるのに。まあ、原材料が違うんですけどね。原材料は、香類はサトウキビ。お酢類はまあ、米焼酎だったら米。芋焼酎なら芋。麦焼酎なら麦と。いった感じで。なってますからね。うん。いや、やっぱ、黒キビ、うまいわ。黒霧も全然甘めの焼酎だね。これも黒霧島もね、非常に、もうどこでも売ってて、コンビニでも売ってる。コンビニのワンカップのね、カップ酒のタイプでも売ってるんで、非常に飲みやすくて、芋焼酎の美味しさを知るきっかけになるのは、には十分だと思います。まあ、俺自身、黒霧島のそのカップ酒。カップ酒200円、210円のやつ。あれでうまさを、芋焼酎ってこんなうめえだなって。いうのを教えてくれたのが、この黒霧島ですからね。うん。うん。うまい。飲みやすい。やっぱりフルーティー。それなりにフルーティーで、なおかつ、飲みやすくて癖もない。うん。で、なおかつ、割かし、まあ、見たけほどではないけど、まあ、あ、芋なんだな、っていう感じは残してくれてる。見たけ四つ星ね。うん。長くなったけど。ごめんちゃい。許してちょんまげ。許してちょんまげー。